第1位として、発表いたしますのは、皆さんのお手元にお渡ししてあります、ペーパーでも明らかに11名であります。引き続きですね、16予選区、すべてね、日本共産党として候補者を擁立していく予定でありますけれども、第一としては、11名ということになります。今日は11名のうち、9名ですね、今日はこちらに来させていただいております。あとでお一人お一人、簡単にどうぞ決意を述べさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それで私たち候補者発表するにあたって、どういうこの来年度の市議選に臨んでいくということについて、まあ、簡単にお一人お話しさせていただきたいと思います。それで今度 の参議院選挙ですね、残念ながら私たち、比例でも、それから愛選挙区でも、議席を交代させて、そして選挙区では必勝を期して奮闘しましたけれども、議席獲得には至りませんでした。この選挙を受けてですね、私たち今月1日2日とですね、中央委員会総会を開きました。ここで参議院選挙のについて総括を行い、教訓を明らかにいたしました。選挙では私たち戦争と平和の問題、それから経済暮らしの問題で大いに感情的な論戦を展開して、まあ、訴えが届いたところでは大変大いに共感を広げたんですけれども、その取り組み自体はですね、全有権者の皆さんに届けるという点では力不足がありました。そうした問題を含めて、この中央委員会総会で総括を行って、まあ、今度のことでですね、次の統一地方選挙で、反転攻勢に転じる、まあ、そういう決意を新たにするとともに、それを実現するための取り組みの方向もですね、明確にいたしました。まだこれから、約8ヶ月ありますけれども、この8ヶ月間の中でですね、今度こそ反転攻勢を勝ち取れる、そういう状況を作り出して、市議選に、来年度の市議選に臨んでいきたい。そして来年度の市議選ではですね、前回12議席から5議席に後退するという大変厳しい結果でしたけれども、この名古屋市議選でも文字通りこの反転攻勢として現有議席の5議席を絶対確保してですね、さらに前進を勝ち取っていく、前々回獲得した12議席目指してですね、前進を切り替えていきたいというふうに思っています。まあ、今日の会見を出発点に、本当にこの候補者を先頭にですね、市議選での勝利、安定構成での前進を目指して頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。では候補者、紹介をさせていただきたいと思います。まず現職で、今回発表する皆さんからお願いいたします。最初は田口市議団長、ライトに挑戦します。よろしくお願いします。田口和人です。今共産党市議団の団長を務めております。次は8期目になりますけれども、何としても議席を獲得する、こういう決意で頑張りたいと思います。名古屋市議団、共産党の名古屋市議団は、この名古屋市政において、河村市政に対して、最も厳しい解決者としての役割を果たしてきました。また、市民の皆さんの運動と力を合わせて、市民要求を実現してきました。しかしながら、5議席では、議案提案でもありません。6議席必要です。また、
常任会6つの委員会すべてに委員を出せていません。前々回の12名になりますと、6つの常任会に複数の委員を出せます。委員長ポストもいられます。市民要求を実現する力が大きくなる、そういうことから、次の選挙で私も含めて、大きな前進を勝ち取りたい、こういう決意で頑張りますのでよろしくお願いいたします。あ、テンパックでした。はい、続きまして北から、向こうですね、北から、次は4期目を目指すことになります。現在の市議団では精神委員長、3年間、10年目やらせていただいております。コロナ禍では、多くの皆さんから本当に命の危険を感じながら、感染に怯えながら生活をしているという声をたくさんいただいて、日本全国の名古屋市議団もこのコロナ禍で30近いですね、を市長につけてきました。でそうした中で前進を皆で、特に市民の皆さんや団体の皆さんと一緒に意欲を掲げて、実現していくということでね、少数でありますけども説明で頑張ってきた式なんだと思います。来期はこの4期を目指しながら、現有議席確実になっていましたけども、ご議席必ず、そして議案提案で、そして複数の、委員を各常任委員に触れるだけの、ね、力を持った議題のために私も頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。あと現職では皆さんの手元で一番最後の議題に中谷区の江上裕樹議員幹事長が今日は同席する予定だったんですけども、ご家族は怪我をされたということで、急遽病院に行ってまして、今日同席できずにいますけれども、相川さんですね、6期目を出して、ご家族ということなので、よろしくお願いいたします。それでは、続きまして、中区から前回続いて石原愛子さんが登場します。よろしくお願いします。中区から立候補しました石原愛子です。誰もが住み続けやすい中区にしたいと思っています。今住民の方から古沢公園を残してほしいとか、新堀川をきれいにしてほしいとか、中区に作られる高速道路、これをやめてほしい、こういう要求がたくさん私の方に寄せられています。そうした住民の皆さんが暮らし続けやすい、そういう中区にしたいと思っています。中区はお年寄りの方もたくさん住んでおられますし、また若い方もすごく今増えています。こういうどの方も中区に住んでよかったなと思えるような、そういう街にしたいと思います。よろしくお願いします。続きまして、西区で今回は新人です、加藤裕樹さんが登場します。西から立候補します加藤裕樹です。私は前職が、学校の支援員をやっておりましたので、小中学校の子どもたちの関わりが、いろいろあって、その中で、私は教育、少子化の問題について力を入れたいなと思っております。安心して子育てができて、そのに幸せな家庭を望めるような、そんな街づくりをに力を入れていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。続きまして、東区は、前回またこの前星座でもお世話になりました村瀬和弘さんが今回見ていただきます。東区村瀬和弘でございます。河村市政に対する一番厳しい解決策たる、日本共産党の議員が大きくしている、そしてこの東区から一番厳しい対決者たる議員を出している、これが私の独自の任務と心得ています。東区ですけども、大変若い人がたくさん集まってきますし、現役世代が多く住み着いてきている、そういう街に変わってきています。子育て、教育、そういった分野で、市民の声が届く姿勢をどうぞよろしくお願いします。
目の、 一番最後の酒井健太郎さんはですね、現在フォームで沖縄の県知事選挙の応援の方にいまして、今日は、ついてですけれども、今回、前回について、定員投資になってますので、よろしくお願いします。では、続きまして、森山区で、前回選挙的な解説になります、山本です。クレマス・ユミさん。本日はから報告いたします。クレマス・ジュンコと申します。前回本当に悔しい思いをしました。森山区の皆さんの思いを届けるために、この経路パスが施設に拡大できたことを本当に皆さん喜んでおられます。しかし回数制限がかかっていて、本当にこの問題を回数制限なく経路パスが使えるようにということをずっと議員であった時からも経路パスの拡大について、主張してきますので、この問題も取り上げていきたいと思います。そして今地域の中では子どもが少なくなっているということで、学校を統廃合していくということで、地元の学区、森高東小学校と、森高西小学校と、本木小学校を3つ統合して、小中一般の学校にしていくということが進められていますので、この問題も本当に、少子化対策に逆行するような学校統廃合には反対をしていきたいと思っています。そしてもう一つ、森山区は自衛隊の方たちが今活動されております。で、自衛隊員の皆さんを戦地に送らないということも公約に掲げて頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。小学も木杉田亀の新聞、小学から、再び挑戦をいたします柴田亀野です。前回小学の議席を失いましたが、再び柴田亀野を取り戻すために全力で運動してまいります。弱い立場の人、高齢者の人、そして子育て世代に、温かい社会性を取り戻していくという強い流れ手段を作っていくために頑張りたいと思います。よろしくお願いします。港区も奇跡だと思います。山口久保です。港区からもう一度挑戦します。山口久保です。4年前悔しい思いしましたが、私以上に区民の皆さんも悔しい思いを抱いていただいていることに非常に感謝しています。皆さんの思いをしっかり届けたいと思います。やりかけた仕事を途中になっているのがたくさんあります。高齢者の補聴器購入の助成制度をどうしても作りたい。18歳までの医療費無料化できました。今度は学校給食の無料化を実現したい。そして若い世代の皆さんには奨学金の返還支援制度をしっかり名古屋市でも作りたいというふうに思います。合わせて異常な気候が続いてますが、高潮、台風、津波、港の防災対策も一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いします。南区は奇跡だった目指しています。高橋雄介です。南区から立候補します。高橋雄介です。南区でも経路パス、本当に名鉄や JR で使えるようになったということは感謝をしている方も本当に多くいるんですが、ただどこに移動するにしても乗り換えが多いというのが南区の特徴で、回数制限があるというのは本当に困るという声がたくさんあります。昨年補欠選挙に私は立候補していますけれども、その際にもそういった声が本当に多く寄せられました。そういった声をしっかりと市政に届けていくために頑張っていきたいと思います。そしてもう一つ、元教員として教育現場、現在、全国的にも教員不足という状況で、名古屋市は5月の時点で教員不足数ゼロとはなっていますが、現場からは本当に苦しいと、教員が足りないという声がたくさんあります。子どもたちの教育権を保障していく、学ぶ権利を保障していく、育っていく権利を保障する、そのために教育に手厚い、そういった名古屋市を実現するために頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。最初に言いましたように、1位として11人ですけれども、現職でまだ調整中のところもありますが、それらも含めてですね、残されている、4つの選挙区で、できるだけ早い段階ですね、候補者を擁立して取り組みを進めていきたいと。早ければ8月
うちにもですね、まあ、第2次の発展をさせていただくということを考えておりますので、よろしくお願いします。以上です。